歌い出しがいつも不安定になって音程が取りづらいっていう方多いですよね。初めの音をなんかこう探ってしまったり、まあ、そういう方もとっても多いと思います。でもこの初めの音をバッチリ取れたらきっとその後も安心して歌っていけると思いませんか。いきなりこの歌い出しで外してしまったら歌っていてもテンションが下がってしまいますよね。そこで今日は音程をしっかりバッチリ取っていくための3つのコツについてお話ししていきたいと思います。特に初めの音が不安定という方はこのコツをつかむだけで、まあ、少し自信を持って歌っていくことができると思いますので、ぜひ最後までご覧いただいてあなたの歌のヒントにしてください。こんにちは、ボーカルコーディネーターの佐々木ひとえです。このチャンネルは自分らしく歌うことで表現していきたい、もっと楽しんで歌っていきたいという方が参考にしていただけるコンテンツを配信しております。興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。そして LINE も始めました。詳しくはこちら概要欄の方に貼ってあります。それでは早速始めていきたいと思いますが、まず音程が合わない原因ってもうたくさんあるんですね。まあ、どんな風に合ってないのか、どこで合っていないのかということによっても、まあ、その原因も解決法も本当に様々なわけなんです。とってもこれって幅が広くっていろんなことが考えられますので、タイプ別の音程の取り方については他の動画でも紹介しておりますので、よかったら参考にしてください。で、今日は歌い出しの音、まあ、歌い出しというのは一番最初の曲の始め、スタートのところということではなく、各フレーズごとの始めの音ということですね。この始めの音をいかにちゃんとしっかりと取っていくかということについてお話ししていきたいわけなんですが、まずこの始めの音で不安定になる方、例えば、まあ、この音だった時に、あーとか、あーとか、まあ、こんな感じでね、ちょっとこう下から探ってしまったり、またはなんかこう届かない、あーちょっと違うな、あーなんか下がってるなとか、あとはフラフラしてしまって、あーとか、まあ、こんな感じになることが多いです。まあ、今これ単純に一つの音だけでやってるので割と取りやすいかもしれませんが、もうそれぞれのこのフレーズの中の始めの音って歌の中でたくさんあるわけじゃないですか。でその最初の音が、そもそもこうあーみたいな感じだったら、やっぱりどうしてもその後もね不安定になりがちですし、聞いていてもなんていうかこう安心感がないですよね、聞いてる方にとっても。なのでこの最初の音っていうのが、しっかり取れるということがとても大事になってくるんですが、ではどうしたらいいかということですね。これ前回もスキマスイッチさんの奏でを使って、お話ししてきたので、今回も奏ででやっていきたいと思います。例えば最初の改札の前のかの音ですけれども、これがまあ取りにくいですよね。ここで改札の前みたいになってしまったりとか、改札の前とか、改札の前とか、今どれも合っていないんですけれども、これだとなんかやっぱり残念な感じになってしまいますよね。まあ、ですのでそれをしっかりと合わせていくポイントについて、今日は3つ紹介していきたいと思います。まず1つ目、音程は上から落とすということです。これどういうことかと言いますと、大体の方が下からこう探っていくので、例えばこのカーの音をカーカー下からギュイーンってこうね、持ち上げるみたいな、探るみたいな感じで出すことが多いです。でもこれだとやっぱりいつまで経っても下から探っていってしまうので、改札みたいな感じになってしまいます。ではなくイメージはもっと上なので、上の方からね、下からではなく上の方からストンこう落としていくような、紐を引っ張るような感じですね、イメージでカーカー、まあ、こんな感じで取っていくといいと思います。この紐を引くイメージっていうのは結構、まあ、いろんな生徒さんにアドバイスしてるんですが、結構これ効きますのでね、あなたもぜひやってみてください。下からこうその音をめがけていくのではなく、上からストンカーカーというような感じで紐を引っ張るみたいに取っていくといいかなと思います。これはちょっとまあイメージの問題ですね。そして2つ目、次は一旦息を止めてから声を出すということです。これも本当に、効果があります。どういうことかと言いますと、まあ、多くの場合息を吸っ
でそのまま声を出してしまうことが多いんですね。声帯というのは息を吸う時ってこうカパーってこう開くんですね。開きます。で息を止めてる時っていうのは閉じるわけです。で声を出す時っていうのはその間に肺から送られてきた息が通過して振動することによって声を出すんですが、その時に息を吸ったまま出してしまうとカーみたいな感じでふにゃーとしてしまうんですね。カーでこれでしっかり音が取れればカーっていうふうにいけるんですが、音程があまり定まっていなかったりうまく取れにくいという方はこの息を吸ったまま出してしまうと的が絞りきれないというような感じになるんですね。ですのであーかーかーみたいな感じでちょっとこう不安定な音になってしまいます。そこで一旦この吸った息を止めてから出すとかーという感じで声帯がよりやすくなってくるのでしっかりと声を使っていくことができるわけです。で止めてから声を出す方が、的を絞りやすいんですね。その正しい音に当てやすい。かーんかーみたいな感じで一回止めてからかーんかーんかーという感じで出してあげるとすごいやりやすいかなと思います。こんな感じですね。改札の前かーかーという感じです。これが2つ目のテクニックなんですが、これはもう本当にいろんなところにね使えますし、これができるだけで声もしっかり使いやすくなってくるのでぜひやってみてください。そして3つ目のポイント、母音をしっかりと出していくということです。この母音が出てないと本当にゆらゆらしてしまって音程が定まらないんですね。かーみたいな、かー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 の感じになってしまうので改札みたいな感じになってしまったりします。こういう方本当に多いです。音程が取れてないというか分かってないというわけではないんだけど、なんか不安定でしっかりと声が当たらないという場合ですね。まあ、そういう方はぜひ母音をしっかりね出してみるといいと思います。かーかーになるのではなく改札の前、このかーという母音のあを出すだけでちょっとこう安定してきますし、音程がフィットしてくるんですね。ですのでこのまず上から引っ張る、まあ、これやってみるといいですけど、例えばあーとかあーではなくあーあーではなくあーみたいな、今私がやったのお気づきの方もいらっしゃると思いますが、最初に1回息止まってるの分かりましたか。あーではなくあー、息 止めてから他の母音でも OK です。おーとかいーとかえーとか、まあ、こんな感じで1回止めてから出すことでクリアに歌っていくことができますので、なるべく上からこう引っ張る感じで息をガバッとこう出さないように歌っていくというのがポイントですね。そして母音を出してみる。例えば奏でですと最初の歌い出しはかですよね。改札の前つなぐ手と手、次はいつものざわめきいい、これも一回止めてからいい、いつものざわめき、次新しい風、新しい風、これも新しいってこうあーってこうあまりこういかないで上からす、新しい風、その次は明るく見送るはずだったのにの明るくっていうのも明るくいかないでもう上から息を止めて、息止めた状態から明るく見送るはずだったのにうまく笑えずに君を見ていたという感じでちょっと止めてから歌う練習をしてみてください。でこれは必ずしもこう歌わなくてはいけないということではありません。全然もう本当にフェードインな感じで明るく見送るというふうに歌っても全然いいんですが、とりあえず歌い出しの音程に自信がない方、ちょっと不安定になってしまったり歌っていく中でこうよれてしまう方というのはぜひこの3
3つの方法をね、試してみるといいと思います。まずは本当に単純にあおえー、みたいな感じでまっすぐ出せる練習をねしてみるといいですね。あまりこう揺れないように母音をしっかり出してやってみてください。この3つのポイント、まず1つ目は上から引っ張る落とすってことですね。2つ目は一旦息を止めてから声を出す。そして3つ目は母音をしっかりと動かしていく。この3つのポイントをつかむと台出しの音程も随分とこう安定してくると思いますので、少し安心して自信を持って歌っていくことができると思います。最初の音が取れるとやっぱり自分も歌いやすいですし、聴いてる人もねすごい安心して聴いていくことができると思います。ぜひ参考にしてください。今回は歌い出しの音程をバッチリと合わせていく3つのコツについてお話ししていきましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になったなという方はぜひグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録の方もお待ちしております。あなたの歌がもっと安定していきますように。それではまたお会いしましょう。 See you!